ジオドンは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻艦名は、ハリセンボン族を表す学名、ジオドンにちなんで命名された。ハリセンボンネズミフグデオドンは、1944年6月1日に、コネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1945年9月10日に、ディーカリナーン夫人によって、命名、浸水し、 1946年3月18日に艦長 J.M. 貧村少佐の指揮下収益する。ディオドンは1946年7月5日にカリフォルニア州サンディエゴに到着し、その後4年にわたって西海岸、アラスカ海域及びハワイ諸島での訓練活動に参加し、同様に海軍予備役兵の訓練も行った。 1947年8月から1948年3月にかけてメアアイランド海軍造船所でグッピー通勤大化改修が行われた。1950年9月14日、ディオドンは極東に向けて出航する。途中グアム沖で6名のパイロットを救助した。アジアに到着すると、相模湾において韓国海軍のフリーゲートと対潜水艦船演習を行う。 10月30日から11月28日にかけて訓練紹介を行い、津軽海峡を通過して北海道の小樽に向かい、その後宗谷海峡で船団の写真撮影を行った。リオドンは1951年2月に西海岸に帰還し、5月までオーバーホールを行った。西海岸での作戦活動に復帰したリオドンは、1952年10月から12月まで、 ブリティッシュコロンビア州のエスカイモルトでカナダ海軍及び空軍部隊と共に訓練を行った。その後1954年3月再び極東に展開し、5月24日から6月22日まで宗谷海峡での紹介を行い、9月に帰還した。その後2年間を西海岸での訓練活動で過ごし、カナダ海軍との演習を行う。 1956年から57年にかけての極東配備でディオドンはオーストラリアのブリスベンを訪問1942年の3号開会戦の縮小記念式典に参加した。1958年から59年、60年まで再び極東で展開した。ありがとうございます。